そのためにおよそ一月、その夢の実現に必要なもの、多少して9つの KO 勝ち、3分の1はの K1 だ。かかってこいというのはタナのスタンス。左足前にしてノットソン、右のローキック、左ロー、さらにさあ、マサトさん、まずボートここもあるので、はい、バイビリ強い、こ強い、そうですね、はい、うわ今もそうですね、飛び込んで右、スーパーマンパンチって、ノットソンが見せています。女子で、ね、もうそう見たと思いますか、ね、動きが早いですよ。トナ選手のスピードで翻弄されるってことはあんまなかったんですね、今は。富士を3敗、強いパンチも蹴りも共にする、これ難しい戦じゃない。右ハイキック、タナのガードがまた高くなって、ミドルキック、ライン、いや、タナのファイト、バックブローから左の蹴りでパンチ。マサトさん、このつながりですね、本当に。ただこのランダ戦は一発当たれば流れ変わりますからね。からマサトさん崩す策っていうか、でもこの近い距離の試合は、試合はチャンスありますけどね。特にパンチ、それも、これも当て込んでいきますよ。バシンという音、バックブローにつなげるノットショー、分かり道なんでしょうね。バックスピンキック、おお、右ダメだ、近い位置、この距離感でカナのパンチ。あとこうカナこの近い距離でボディ結構いってるんですよね、はい、噛み合わせもあるよ、ね、右今も効いた、いいパンチですね。一瞬動きが止まる、少し以前よりは前に出られなくなっても、右の前でリピンポンポソ、これは強烈、さあ譲らずと、いや4発5発出られるかどうか。いやそれでも前蹴り、マサトさんまたちょっと蘇生します。いやそうですね、あの連打はちょっと調子です。よしで30戦もやってますからね。そうですね、あパンチ入った、でもワンツーはグラスいた、右のストレートから、から今か、今しかないか、そうか、もう見逃したくない、今右フックも振りかぶる、しかしそこはプレイ、お互いの技打ち合いの中でボディ打ちからどうだ、腕を負傷したのか、動きはプレイだ、ここはダウン、ダウンとなりました、スタンディングダウン、まさにもあったか、いやそれでも攻撃、左ハイから右の前蹴り、何かしらダメージがあったんですよね、とにかくただ気持ちが強い、全然前出てきますもんね、そのマインドでタナに引きません、タナがボディ打ち、タナ動きもそうですね、ボディ打ったかね、ボディ、ボディ、ああそうだ、少しあれ最初1ラウンドからまっすぐなボディ打ってるんですよね、コツコツ、これがとする左ハイ、右ハイのタナ、ミドルキックでノットソン返す、さらに詰めていく、近いバックブロー、ここで試合は終わりました。ノットソン、初戦の2人は29